あれからもう40年も経っちゃったな。ベトナム戦争は拡大の一途をたどり、進出鬼没のベトコンを追って南ベトナム軍と米軍がカンボジアに侵攻したのもこの頃だ。抜き差しならないほど深入りしたアメリカでは、国内にも厭戦機運が漂い、反戦運動が盛り上がる中、国連でもベトナム戦争終結を目指す様々な動きが活発化していた。そんな中の1971年10月、ニューヨークの国連本部に招かれた94歳のパブロ・カザルスは、愛用のチェロ、ゴフラリーにすがりながら、私の生まれ故郷カタロニアの鳥は、ピース、ピースと鳴くのですとだけ語り、カタロニア民謡、鳥の歌を弾き始めた。そしてその様子は全世界に放映された。広い国連本部の会議場は静まり返り、鳥の歌だけが静かに、物悲しく、しかし、凛として流れていく。目頭を押さえる者、下を向いたまま身動きもしない者、各国のエゴを背負った代表者たちの心が一点に凝縮していくのを感じる。僕自身も短いが、こんなにも深く魂の底まで揺すぶられたことはない。演奏が終わった時はもう物音一つしない。会議場の全員もきっと魂の底まで突き落とされたのであろう。次の瞬間、我に返った会議場は割れんばかりの喝采だ。世界が一つになった一瞬だ。涙が止まらない。それからちょうど2年後の1973年10月、20世紀最大のチェロ奏者パブロ・カザルスは96歳の生涯を閉じ、その2年後の1975年、ついにベトナム和平が成立した。弦楽器といえば、誰もが目の色を変えるストラディバリウスには、自分にはもったいない、自分には合わないと言って、振り向きもせず、傷だらけのゴフラリーを片時も離さなかったこの頑固者は、生涯を反戦、反ファシズムで貫き通し、音楽を通じて世界平和のために活動した。パブロ・カザルスは、スペインのカタルーニャ地方に生まれた。チェロ演奏家、指揮者、作曲家、カタルーニャ語によるフルネームはパウ・カルロス・サルバドール・カサルス・イデフィリョ。チェロの近代的奏法を確立し、深い精神性を感じさせる演奏において、20世紀最大のチェリストとされる。有名な功績として、それまで単なる練習曲と考えられていたヨハン・ゼバスティアン・バッハ作、無伴奏チェロ組曲、全6曲の価値を再発見し、広く紹介したことが挙げられる。早くから世界的名声を築き、ヨーロッパ、南北アメリカ、ロシアなどを演奏旅行して回った。指揮者、フルトベン・グラーは、チェロ奏者としてのカザルスへ次のような賛辞を残している。パブロ・カザルスの音楽を聴いたことのない人は、弦楽器をどうやって鳴らすかを知らない人である。カザルスは平和活動家としても有名で、カタルーニャ民謡、鳥の歌を演奏し始めたのは、第二次世界大戦が終結した1945年と言われる。この曲には、故郷への死母と平和の願いが結びついており、以後、カザルスの愛想曲となった。1971年10月24日、カザルス94歳の時に、ニューヨーク国連本部において、私の生まれ故郷カタロニアの鳥は、ピース、ピースと鳴くのですと語り、鳥の歌をチェロ演奏したエピソードは伝説的で、録音が残されている。